うん、みーちゃん、みーちゃん、お散歩だね。そうよ、なんか夏の、じゃない、秋の虫さんの声が聞こえる。右に左に、そして中央に私は縦横無尽に駆け回る。みーちゃん、戻らない。ご機嫌ですね。ん？8月末ですが、めっちゃ涼しいよね。寒いよね。寒い。今日は今日20度切ってるからね。8月末の最高気温が。ご機嫌ご機嫌。ぬるスタジオ。かぼちゃがなっております。おやあれはみみひこさん。みーちゃん相変わらず通り過ぎるんだね。うん、ここはみーちゃんの大好きな保育園。保育園、みーちゃんどこ？いたいた。ね、ここでよく犬犬って言われるよね、うん、なぜか東北耳というか岩手町の子供たちは結構犬って言うよ ね、ワンちゃんじゃなくて、ワンちゃんとか大きいワンワンとかじゃなくて犬犬。たまにね、ワンちゃんっていう子もいるけどね。ということで、お気に入りのミミちゃんの保育所でした。保育所前でした。てか寒い今日、うん、ここがお気に入りの小道。こっち来てすぐの時はさ、このここなんかもう雪に覆われてて、そうそう、発見できなかったけど、結構お気に入りスポット。そして8月にもうコスモスがあちこちに咲いております。ねえみーちゃん、ブルーベリーの産地でここブルーベリーたくさんなってた。もうだいぶ落ちちゃったけど、どこ見てる。行こう行こう。やっぱり走るんかい。みみもはや何の映像って感じ。綺麗な紫陽花ありました。8月末でこの綺麗な紫陽花です。このお宅、バラがすごい綺麗なんだよね。あのさ、そこにはミミさんがいる。いやいやいや、行きな。で、行こう。めっちゃお母さん気にしてる。はい、分かった分かった、行こう行こう行こう。ん？マツカさん待ってくれてるの。そうよ。あ、こっちの道来ちゃったけど、ぬかるんでるね。大丈夫かな。結構ね、やっぱり空き家みたいなのが多いんだよね。こことかもなんか蔵みたいな、築何十年でしょうっていうお家とか、築何十年、築なんか100年ぐらいみたいなお家も。ただみーちゃん。お母さん一体何をしてるの。もちろん夏らしくひまわりも一応咲いております。うん、みーちゃんはどこかな。みーちゃんはどこかな。眩しい。お母さん何してるの。あ、最寄りの最寄りのなんだっけ、ホームセンター。ドゥルドゥドゥン、なんかありますか。なんか危ない。ねえみーちゃん、7時開店なんだってよ。7時って何時だ。俺ら起きてるの。
ってる時にはもう回転してるよね。私たちちょっと寝ぼすけだからさ、犬飼ってる人とは思えないぐらい寝ぼすけだからそうそう、もう町内のあのワンちゃん、あのワンちゃん持ちのお家はみんな散歩したし終わったであろうタイミングで散歩に出かけるちょっと夜が遅いからそれでも暑くないからいいよね教育業界は 夜が遅いんです闇とか言って海ちゃん、お母さん今日は何をしてるのね、ここ踏み切りよ。そう、ここは踏み切り、立ち止まらないでください。え、渡ろう渡ろう、みっちゃん行こう行こう行こう、ちゃんと電車が通ってる。そう、ちゃんと電車が、みっちゃん立ち止まらないで。 IGR 岩手銀河鉄道、かっこいい名前でしょ進んで進んで掲示板がある。あちらに見えますのが俺らがヘビーユースしてる図書館、ね、そう、図書館ちょっとカンカン鳴り出したんです。そうそう、あくびしちゃう。ねえ、みーちゃん、ね、週に、おしゃれな、週に1回以上は行ってる図書館みたいな、うん、私は行ってないわうん、大丈夫よ。あ、電車映せばよかったね、今映ってたのに。みーちゃん、うん、そしてこちらに映ってるのが北上川。北上川でしたん、岩手町は北上川の源泉が流れてる。そうよ、あんた可愛いね。いいよ。進んで進んで。行こう。うん。今日はなんか車が多い時間帯だね。ね。大自然にいるじゃん。そう、みっちゃん。ねえ、めっちゃいい景色じゃん。ここからもうちょっと上に行ったら、お母さんの好きなスポットが待ってる。みえみえ。あ、珍しい。みーちゃん、止まったの。そういうこともある。うん、みーちゃん、なにかしら。痛い、みーちゃん、それは痛いと思うよ。クリーさん、それ痛いよ。痛いでしょこれは痛いわ。何言っちゃミミママの好きな景色がこちらです。そしておやお母さん何してるのここから岩手町が一望、岩手町というか一望できるんですね。気になる書き込みがあるらしい。ミミん、ちょっと走って疲れたね。撮影会するとあんたつい走っちゃうもんね。なんか木の実、ここもなんか綺麗にいつもしてるんだよね。なんかうん、行きましょう行きましょう
うん、いちゃんご機嫌ですね。うん、みちゃん、そこ蜂がいるらしいから前進んで。みちゃん、まっすぐまっすぐまっすぐ。蜂の巣があるらしいもんね。お友達のめいちゃんがここで刺されたって。北上リバー、みちゃん、ねえ、お家の近くまで帰ってきたね。ねえ、だよかった。はいはい。かわいい。いい飛行。今日の散歩はどうだった？お父さんがずっと鼻声だった。大満足コースだった。しかもお父さんも一緒にお散歩行ける。最近珍しかった。そうそうそう。3人で行くのずっと少なかったもんね、最近ね。ね、夕方ね。あ、楽しかったね。このままね、キムチ鍋だって。ね、私はドッグフードでしょ。週に1回の鍋で、ね、鍋で一年中鍋してる私たち。鼻で笑われた。楽しいお散歩だったね。ね、じゃあ体拭いてあげるからちょっと待ってね。うん。後ろの耳引っ込み。今夜は、なーべー。なーべー。なになに？なにかしら。私にもちょっと欲しいよ。あー、お腹すいた。早く食べましょう。キムチになってー。なーべー。イエーイ。嬉しいね。私は食べれないけど。ね。お父さんとお母さんが嬉しいなら私も嬉しいわ。ちょっと待ってね。あんたもこんばんは。ナッペーの野菜。